どうもキヨです。よろしくお願いします。今回は、光の戦士たち、運極を、作ろう、ということで、キャラ紹介や交換時の、注意点、そしてサポテンダー集めの効率的な方法などの、解説動画になっています。まずはキャラのご紹介から、今回の、光の戦士たち、ですが、一度進化させれば、ミッション完了後は、アイテム不要で、いつでも3形態を変更できます。まずは第1形態のウォーリアーオブライト、マインスイーパーにスアビマ王キラー付き、友情も貫通ホミなので、十分優秀ですね。魔王相手には友情火力も、出せそうですね。貫通か SS に弱点特攻、魔王にはかなり強そう。第2形態はフリオニール、重力にシナビ、ブラッドウェポン、が、魅力です。内容はドレインと一緒なので、回復が可能。無課金キャラで使えるのは、魅力ですね。SS も弱点に必ず当てれるので、使いやすそう。第3形態はオニオンナイト、アンチワープタスアンチウィンドの、貫通。運枠は貫通が便利ですね。友情はロックオン反射レーザーで、9大点。最大の特徴は SS、ジョブチェンジ、自強化付きで最初に触れたキャラに、変身が可能。3形態でメインのアンチギミックが、3種類。これ1体だけでアンチダメージボール以外の、運枠が使用可能。まだ始めて間もない人やあんまり運極が、ない人、今回のコラボを機にサブアカウント作ろうかなって、人に、とってもおすすめです。さて気になる作成方法は、サポテンダー3体、でラック1と、交換です。必要なラック総数は 99×3 で、297。なかなかきっつい数ですね。わら、では交換の際の注意点ですが、ちゃんと自動合成してれば、自然にできますが、60体を重ねると、ボーナスでラックがプラス12、4体分多く交換できますので、ご注意を。あまり知らないって人は、いないと思いますが、一応ご説明でした。そして、このラック60プラス12が、4体と、ラック9が1体で無事運極完成です。実際には、ログインボーナスで、光の戦士が4体、サポテンダーが28体もらえます。換算すると光の戦士ラック13分ですね。ですので、急がない人は、サポテンダーがラック257分、つまり運最大のサポテンダーが、3体と、残り41体を集めれば、運極には足りますね。ただ、サポテンダーに関しては、称号にも必要。ということで、まだ収集は必要になってきます。基本的にはコラボの究極を、回っていれば、自然に集まるんですが、運極完成後には、スタミナや時間効率的にも、ちょっと面倒。ということで、おすすめなのが極みクエスト、素材収集用のクジャと、シャントットですね。こちらを運90作成や、素材確保がてら、周回するのが効率的だと、思いますよ。もちろん、復刻の第1弾クエでも、OK です。サポテンダーの出現はランダムですので、一周が長くて、スタミナが多い究極を、回るよりも、簡単で早くクリアできる、極みで探索。スタミナ的にもこちらが断然、お得です。出現するのは道中、つまりボス戦の前までです。もし、運90や素材は別にいらないって時は、ボス戦まででリタマラするのも、ありですね。だいたい1分ほどで道中は終わります。きっちり素材も欲しいって人の、場合は、動画の通り、運枠は1体とコラボ枠で、十分です。道中追加泥のおかげで、十分泥してくれます。コラボ枠ではセシルがおすすめですが、お好みで。あとは基本的に簡単ですので、お好きなガチャを数体編成。適当に友情出してれば、終わります。個人的なおすすめは、ラッキー、クジャとシャントット、両方に対応してますので、編成変えずに回れます。ということで、光の戦士たち、今後もハマるクエでは強そうな性能ですので、ぜひとも運極作ってみるのは、いかがでしょうか？極みクエなら始めたばかりの、アカウントでも回れます。頑張ってサポテンダーを乱獲しましょう。わら、では皆さん、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録も、よろしくお願いいたします。また他の動画でお会いしましょう。最後までお疲れ様でした。まったね。